はい、皆さんこんにちは、ピカです。ファミコンウォーズやっていくよ。はい、それでは続きやっていきましょう。はい、まあミスらないようにね、今回もやっていきたいです。まあ前回ね、ひどいミスしたからね。まあまあまあ、うん。攻めてもしゃあない。うん。ふぅ。やっていこう、やっていこう。ミスのないように。まあ戦闘機、まあ、航空部隊がね相変わらず厄介な状況ですね。まあ2つ3つはね都市占領できている状態ですが、まあもう2つ3つ占領するの今やっとという状況ですね。とにかく航空部隊の撃破がもう半端ない。もう次から次航空部隊だから、まあ、しかもどんどん収入増えてから、もうその航空部隊の今はね航空部隊のまあやろうと思えばだけど、まあ、航空部隊の激しさがもっと増していく状況ですね。まあ我がレッドスター軍にとっては非常に痛い状況が続いております。なんだこの下の輸送ヘリは。あれ密かにあれ、まあ歩兵たち狙ってるな。行くのか。へえ、慎重やの。いや、そんなことされたら俺高射砲作った意味がないよ。まず俺やったらいかんことは意味のないことなんだよね。まあもちろんミスの次にな。さようなら。いや、あんな逃げられたらね、逃げられて、そして戻ってくる頃には航空部隊のね数がね多くなったらちょっと対処がね難しくなるんだよね。まあこれは分かってたけどね、まあどっちかに装甲輸送車で来るなとは思っていたが、まあ自走砲戦車 B でブロックされなければ懐入れるね戦車 A でね、まあどうブロックしてくるかですけど。これは痛えの。どんどんくんの。そして登場しているこの装甲輸送車とか、まあ輸送ヘリもねいるね。参ったね。いや参ったね。まあさすがに最難関の島と言ってもいいんではないか。うん。いいんではないかっていうか、まあそうでしょうな。うん、最難関でしょう。まあ、葉巻島は、まあ、私が大きなミスしたから、まあ、大きなミスでもないと思うけどね、あれはほんとすごい一手だったと思う、敵は。うん。うん、いまだに覚えてるけど、一気に3つのね、都市を、かすめ取られたからね。うん。まあ、それをひっくり返すのに十何単かかったから。まあマップ広いし、まあ俺の部隊も数多いから、いくつものシミュレーションをやってるんでしょうかね。まあ予測というか。まあここら辺だったらもう動かす一手だから、まあ。予測も何通りもなく1通りぐらいで、うん、すぐパンパンパンといくけど、勘弁してくれよ、おい。おいおいおい。航空部隊の波が終わんねえわ。かっこ撃破がやっとカット。ふう。早いとこため息から逃れたい。まだか。下にいるんだよな。まだ3ターン。けちゅちゅちゅい。うん。8。さあ、これでどうする？まずこれでやって12345 6、そっか爆撃機か。爆撃機いけるやろ。待ってよく考えろ。いけるやろ普通に。1234567 8だから910、うんいけるね。よし、爆撃機は全滅いけると思う。まずこいつからやるか。ゼロいけ。くぅ残ったか。まあまあいいわ。戦闘系9だけど出すわ。よし。こういう戦果を積み重ねていこう。うん。そして、まあ、次、戦車 A で街から攻撃されるのは目に見えているけど、そしてこの戦闘機 A でまあ喧嘩売っていくかもしれんから、まあ高射砲を合わせておきましょう。そしてじゃあまあミスのないように行くんじゃ。10、1、ちょっと待って、あかんぞ。12345、12345、うん、しっかり数えろ。うん、お前は能力ねえんだから。2123456、うん、よし、いいぞ。そしてこれな、これ下から行け。まあ地形は不利だけど、うん、まあ一気で攻撃されるかもしれんけど、まあしゃあないわ。うん、しゃあない。よし、これいけるぞ。よし、8。まあこれね、次ここ取りますよと。これでもしこっち行ったら、まあこれでこう取りましょう。うん、そして爆撃機買っときたい。こっち行ったら爆撃しよう。もう全捕したよね、俺。うん、オッケー。で、こう守る必要はないよな。戦闘機は届かんよな。うん。よし。10。で、おっ。さあ前にやって、さてここじゃが、ここまだやの。これでこれをこうしといて、でお前入っとけ。うん、よし、こんな感じでよかろう。お前前進じゃ。でお前もしっかり。で貴様も前進。ただ爆撃機がこいつ狙うことはないと思うが、まあ今のはまずまずの戦果だったんではないかな。うん、まあ次うまいこと、まあ、戦闘機 AB をまあ引きつけれれば、まあ高射砲で攻撃できればまあ上々と言えよう。あ、これ4か。あ、4で喧嘩売るか。ラッキー。よし。さよなら。戦闘券も来て。まあ問題は上の戦闘機、ねえ、あれ本当に引くのか。いやーでも失敗かな。上はおそらく、上の島はね、おそらく、あれないんですよね。港。うん。下はね、本土の下に港あるから、まだ占領してないけど、うん。あ、港、あそこ港か。まあ、本土の、右上のね、今まだ占領してない港を占領できたら島は上の島は占領しやすいわな。うん、まあ占領してたらね戦闘機たちがね群がってくるの目に見えているから、いやそこ入っちゃうんだ。入ったなあ。やっぱそうくるね。うん。そうくるんだよね。うん、ただ爆撃はするつもりだが戦闘機 A の動きによってはできないかもしれん。こっち来い。あ、お前喧嘩売ってくれるんや。まあまあ痛手、すっげえ痛手だけど、うん。高射砲届かんかな。ひっどいのー、ひっどいのー。ギリギリ届くんじゃないか。ギリギリ届いたらまあ高射砲でやって、で戦闘機 A でとどめさして、で爆撃機で戦車 A をとどめさすと。うん、まあ上の島ね取りたいのは山々だけど、今降ろしてもヘリも戦闘機もいるし、もちろん歩兵で歩兵を攻撃されるし、今はちょっと無謀だと思う。うん。だから右下、本土の右下の港を占領しに行こうか、揚陸艦。うん。ふう、きつい。10か。大胆な。戦車 A 都市に入るか。いや爆撃機も来てるのか。また来てるの。やっぱ入るわな。入るわな、そりゃな。まあいいけど、別に。ただ、高射砲は捨てる覚悟でいかんといかんね。うん、まあいいでしょう。その代わり対空ミサイルの懐に入るから。さあ次何買うんでしょうかね。うん。5万あるからね。5万ってなんだよ、お前それ。ふぅ。もう毎ターン戦闘機と爆撃機買われたらね、戦闘機 3機でローテーションでもちょっと無理なんだよな。まあ、今はうまいこと高射砲もなんとか活躍できそうな場面もあるからなんとか3機で持っているけど。引いたか、うん、そっかあの戦車 A はそっかもう破壊っていうかダメージ受けてるんやね。そっか。で戦車 A は敵は 3部隊かな今。123まあ都市にいるのも混ぜて 5部隊か。まあ、これ以上まあ何買われてもまあやっぱりね、自走砲対空ミサイルとかが買ってくれたら非常にありがたい。うん。まあ、自走砲とかもね、傷ついてっから買ってくれてもいいと思うんだがね。まあ、とにかく戦車 A と、まあ、航空部隊の波を一時的にでもいいから止めてほしい。なかなかね、都市を攻めていけない。占領狙っていけない。自走砲買って戦艦か。戦艦なぜかここでうろちょろしてるからもう買いまくって。戦車ええかい。これいける？よし。これもいけるよな。まだかい。じゃあこれな。で、ここにいた輸送ヘリは、どっか上行ったのか。で、対空ミサイルここ。で、これがここ。1、2、3、4。無理。まあ、引くかじゃない。こ下行け。自走砲見ろ。1234。うわひどいことするのー。しかしひどいのーと言わのー。本当に12345。まあ輸送ヘリで来るわな。うん。8回。とりあえずバック。ここまでか。なら先これか。ちょっと待って、戦闘機来てるか。B ここにいるのか。うん、まあ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 。で、これ取る。前進していけ。ごめんね、さーっと動かすね。さあ、これは下行った方がいいのかな。7なんだよね。自走砲今やったらボッコボコにされるから、これは全軍飛行。うん、全軍飛行。懐に入れよう。ただし高射砲は捨てよう。残るかい。ふう、参ったの。まあどっからでも、まあこう、もう高射砲は攻撃されるわな。戦闘機でここ守ろうが何しようが。ならば、戦闘機で、ちょっと待ってね。高射砲とかいねえよな。爆撃機がいる。対空ミサイルは ?12345 合うね。じゃあ上は大丈夫か。まあここも一時引いた方がいいのかなと。うん、うん、ダメやな。次これで来るわな。なんもできんの。うん、まあこれでうまいこと妨害できればいいのじゃが、まあこれでよかろう。で、高射砲買っとくべきか。買っとくべきやね。うん、うん、もう高射砲、自走砲も合ってるしね。うん、もう完璧だな、もう。ただ戦闘機で、この戦闘機 A はやっとこうか。これもか、これも届くのか。よし、なら降車砲買って OK で、戦闘工兵は買うべきか、大丈夫か。大丈夫そうかなと。逆に歩兵に切り替えてってもいいと思うな。うん。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。